ただいまご紹介いただきました川田と申します。よろしくお願いします。本日はこの例会でですね、前にも何度か私出席させていただきまして、で今回、北見さんの方からですね、一つ何か話せないかというお話をいただきました。本当にありがとうございます。そういう機会をいただきました。それで私自身はですね、名古屋の出身とか生まれではない人間なんですが、7年ほど前にですね、先ほどのように NTT グループの不動産会社 その支店がございまして、そちらの支店の方に勤務することになりまして、その間にですね、名古屋に住んでおりまして、いろいろ名古屋の街を見たり、それから地図とかですね、そういうものをこう見ますと非常にちょっと不思議だなと思うところが多々ありまして、でそういったことをどうやってそうなったんだろうとかですね、そういうことを調べながら、いろんなことが分かる。でその辺が町の魅力ということにもなってまして、でそういうことがいくつかのテーマとして、私の中にだんだんたまってきまして、でそれを地元の皆様にお話しするとですね、あそういう話はあまり今まで聞いたことないとか、そういうようなことを言っていただいて、で私としてもそれについてお話しさせていただく機会がいろんな方との付き合いができるきっかけになりましたね。それで、その4年半ほどおりました間にいろんな方々とお付き合いさせていただくことになりました。で今もですね、もう2年ちょっと過ぎて東京の方に今おるんですけども、そちらでですね、おりながら月2度ぐらいこういう形で名古屋の方にも参りましてお話しさせていただいたりしております。で今日はですね、5番割の、部分に関する内容で、私の関心がどうしても地理とか地政という、切り口のところがですね、少しこう関心が強いものですから、そういう目線でもですね、気づいたところあるいは分かったことなどをですね、ちょっとお話しさせていただこうと思っています。で実はですね、この名古屋の町の不思議と、でこれは今出てくる方がですね、これは先ほどお配りをしていただいているので前もって見ていただいている方もおられると思いますが、これは今実はこちらに参りまして1年ぐらいの間にいろんなことをこうどうなんだろうと思ったことを、こういう形で並べてみております。でこれがですね、一応、私としては初期の頃に関心があったとしてございます。で今日はこの部分のある部分といいますか一部をお話しさせていただきながら、さらに今日は名古屋の町の、お詳しい方が多いでおられますので、そういう諸先輩方の、ことも考えまして、少しもう一段踏み込んだものも用意してまいりました。でお時間が先ほどね押してるいくんじゃないかと思いますが、ちょっとその辺についてはどっかで時間を止まれということであればそこまでで終わらせますが、できるだけ早めにこう話しさせていただきます。でこれが名古屋のですね、町の歴史と当然つながってくるということでございますが、まず私としてはですね、歴史的に名古屋の地勢というのはどういう状況なのか、でこれは大陸から日本を見るとこんなふうに見えるという、地図でございますが、名古屋はこのように日本列島の真ん中にあると。でここに向けてですね、昔は大陸側がメインでしたから、当然日本海側を文明というか文化が取り囲んでたという状況もあったと思います。でこれが縄文の頃、そういう状況が強かったんじゃないかと。でそれがこれ例えば三内丸山が大体いつぐらいかというと4000年ぐらい前ですね、今から。それは下の方にですね、ちょっと、印をつけてますが、これは何なのかというと、青いところが寒冷期、黄色いところというかオレンジのところが暖かい時、そしてこのカーブがですね、その多分水位とか気温とかを表す。でそれでいくとですね、この、暖かい時上がってで寒い時下がるということが、その水位っていうのは氷ができていくと寒いと、どんどんその水の部分がですね、取られましてですね、水が下がってくるんですね。でここで今見ていただいているように縄文の後弥生になるわけです。でそうするとですね、ちょうど今から2500年ぐらい前から、
3000年ぐらい前の間っていうのはちょうどその今2つの星の並んでるところ、つまり寒い時に実はあの北の方から民族が降りてくると、南の民族は追いやられて、で日本の方に移ってくると。でその時にその水位が下がるということは、ちょうどこの弥生の頃にですね、いわゆる土器の話が多いんですが、お米を作ることとあの鉄器が弥生分ですね。でそうするとですね、あの今まで森だったその日本列島がだんだん森の際が水位が下がると、いわゆる平地が出てる。でそこをですね耕してお米で、いろんな農耕ができるという、まあ、そういったこともあって、その時代の民族が入ってきたのがこの百済の方から。で先ほど最初の方の日本海側というのは、例えば出雲、それから越の国、つまりあの越前中将、それから白城という、その日本海側が連携してた。でそこに対して百済側から後の文明が入ってきてるんじゃないかというイメージ。でそういった中で最後にたどり着いたのは、大和民族の本拠地である、いわゆる飛鳥といいますか、その辺りで、そのお隣が名古屋になるわけですね。でこの後歴史的にはですね、あの秦の始皇帝の頃に徐福というその家来が日本に来るわけですが、これはあの不老不死の薬を探しに来る高麗島の伝説が、でその関係で飛鳥は当時あの半島が突き出ていた、その形が島に見えて、でそこに老人が、かなり高齢の老人がいたんで、ここだというふうな話があって、どうも熱田を蓬莱と呼んだと。でその蓬莱の伝説が未だに、例えばお店の名前で、あの、ひつまぶしのお店とかに残っているそれからその後、大和だけ皆さんご存知の飛鳥神宮の話が出てくるわけです。これが1900年ぐらい前というふうに言われています。そしてこの頃は、まあ、名古屋というよりはその熱田だったですね。でこの頃は、大和武がですね、あの東の方へ攻めに行くということで、伊勢神宮から出発して、で熱田神宮へ帰ってくるということですから、この辺りがいわゆる西から見た東側へ その最前線になっていた時代なんだろうというふうに思われます。そしてその後に大宝律令というのができるのが700年ですので、今から1300年、この頃にいわゆる五鬼七道というのができて、で街道筋が3つ、東海道、東山道、なんか北陸道で、そこに関所が定められたんで、これを三県と呼んで、そこがいわゆる西と東の分かれ目だと。でその関の左、あ西と東、つまり関西関東という語源になったと言われてますので、ちょうど鈴鹿のあたり、あるいは不破というのはあの今の関ヶ原、あそこがですね際だったということですから、名前はそれより東にありましたので、今度は東側に属すると。でその後はあの都が京都に移ったり、それから武家の政権、幕府が鎌倉にできたり、から秀吉が大阪に大きな町を作ったり、そして1603年にその江戸幕府ができる、まあ、こういうふうに名古屋というのはその時々の政権のそばにありながら、政権そのものには直接関わってないというか、微妙な立場をずっと続いているというものがあります。そしてその江戸幕府の時に、まあ例の天下分け目の戦の後の秀吉を意識して、名古屋の町を防衛の場所にしたと。で尾張が徳川御三家の筆頭で、もう一つ御三家の紀伊と、それから水戸は何で御三家かというと、ここにありますように、海辺の方を、つまり海路を来るとすると、西から来るところは紀伊で止め、北から来るところは水戸で止めるというふうになるので、この御三家が、まあ、御三家と言われてたのではないかというふうな感じですね。ですから非常に防衛上重要な場所だと。でこれがあの NHK の天気予報で、名古屋だけちょっと独特なんですよという話をしてるんですが、これ上の2つは、まあ、東京とそれから大阪で、名古屋はというとですね、要するに東海地方だけじゃないんですね、必ずこの東京とそれから大阪の天気が出るんですね。でこれはやはり独特でして、
他の地域ではこういうことないですから、名古屋というのはやはり絶えずそれぞれの町を意識してたり、付き合いがあったりという、まあ、いろんな意味で活動の中でですね、この必然性があるという、まあ、そういうことがここで分かるんじゃないか。それから町のその整然とした町の中に斜めの道があるというので、それは何だろうと思ったら、実は飯田街道あるいは駿河街道とか言われますが、その入り口がちょうど桜通りって言って、失礼、桜通りの南ですね、この飯田街道のところに天馬町筋だというところですね。ここが入り口で、武平通りのところから斜めにだんだん曲がっていくわけで、他の街道からも入ってくる道が当然街道としてあったわけですが、まあお分かりのようにそれぞれが鍵型になりながら入ってくるんですね。ですからすんなりとこうスムーズに出入りできるという点では、この飯田街道はちょっと独特の街道でもある。それでこれが都心部をもうちょっと拡大した、でこれちょっと位置が左が北になっておりますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ちょっと真ん中にこの札幌筋をありますが、まあ、このところにちょうど天満町のその筋というのが縦になってますが、それから本町通りが横になってます。でここのエリアにこの黒く塗られている、町のですね、まあ、いわゆる町屋のその中にこうちょっと家のような形のものが書いてあります。これがお寺とか神社なんですね。でこれはもう江戸のまだ、1700年、の頃ですから、まあ、中期まで行く前ぐらいですか。その時にもこういうふうにですね、お寺がいくつもある。でこれが実は町の中に未だに残ってまして、で一部ですけど、例えばここ錦二丁目のあたりを見ますと桜天神が残ってますね。それから逆に日銀さん、あそこにはお寺はないですから、ここは多分なくなってしまった。それからその隣、それから反対側、この辺りは今もですね、このように延命院伏線というような感じで実際にお寺があります、あるいは神社があります。でそれ以外はというと、なくなったり移転しているところも多いんですが、まあ、いくつかはまだ他にも残っています。でこの存在は何でなんだろうと、要するにその何か訳があってこういうふうになってるはずだと。でちょっと調べましたらですね、この中日新聞社から出てます名古屋の地名という水谷さんの著作の中にこの絵が出てまして、でこれはですね、いわゆる五番割りの街区の拡大なんですけど、縦に通りで、その両側に町屋が、奥行きが20軒と書いてある。で要するにお城を向いた方がメインなんだそうで、そちらが通りであったそうです。でそれをつなぐ横の方を筋というということでですね、縦と横が違う、そしてその筋の方は、まあ、奥行き15軒の町屋がやっぱりあるという、まあ、構成になっています。でこの大きさがちょうど50軒で、この50軒はですね、実は京間の50軒、つまり六尺五寸の50軒で、通りまで入れるとちょうどその大きさが100メーターぐらいなんですね。まあ、そういう大きさのものが名古屋の場合はあって、でその真ん中にですね、いわゆる万字の形書いておりますけど、空き地が、でここが先ほどのようにお寺さんでしたり神社になっているというこの状態なんですね。で問題はですね、これが、名古屋という町の特徴なんですけれど、例えば五番の目の町といいますと、京都、それから大阪がありますね。で京都は実はもうだいぶ古いですけど、ちょうど60軒120メーター角ぐらいですね。それから大阪はというと逆に40軒、つまり、町屋の背中合わせにちょうどぴったり大きさがあるということで、その間を取って名古屋は50軒という状況なんですね。で先ほどのように、大阪の町屋は背中合わせなんで、水路、排水路があるだけで、まあ空き地はないんです。それから京都も実は町はいろいろ入り組んでますが、真ん中に空き地があるわけではない。ところが名古屋だけはこのように空き地を作って、工夫されてる。でここは
いろんな意味で集会とか、いろいろな、宗教とかそういうことにも使うんですが、何かあった時にはですね、ここに武器を隠しておいて、ここで、体制を整えて、それから住民が避難するとかですね、そういうふうに、なっているということで、非常によく考えられた街であると。で、もう一つですね、名古屋の街の特徴として、JR 名古屋駅がなんで線路は南北なんだっていう話がよくあります。で、これなんですが、私もなんでなんだろうと思ってたんですけど、実はいろいろわけがあるんですね。で、これはですね、竹豊線という、線路、これが実は名古屋に最初にできた線路なんですね。で、なんでこれができたのかっていうことなんですが、実はこれ明治19年に名古屋駅っていうのが名古屋駅というかいう名前に出てきています。で、その時にはですね、この明治政府がいわゆる東京と関西を結ぶいわゆる幹線道、線路ですねを敷くというためにですね、どうするかという議論の時にですね、当時は軍がありましたから、東海道と東山道というか、中山道をどっち取るんだという時にですね、東海道で行くと海沿いになるわけです。そうすると敵が攻めてきて艦砲射撃をされると危ないという理由もあって、危なくないその中山道へ引こうという話がどうもあった。で、そちらを作るために計画が進んで予算がついて、で、実はここにありますように、ちょうど岐阜と大垣のあたりへ向けて、線路の資材を運ぶためのまず線路を竹豊港から作ったということがどうも最初 で、その結果そこへ資材を運ぶための線路ができた時に、名古屋駅もできた。だから当時貨物線だったというわけですね。で、その時にですね、当時の区長だったんですけど、その後市長になられますけど、吉田六斎さんというこの方がですね、これを見て待てよと、この後どうなるんだ、実はですね、中山道っていうかこちらに幹線ができてしまいますと、ご覧いただくように、竹豊線というのは枝線の扱いになってしまいます。そして名古屋駅もその一つの駅に過ぎないということになりまして、動脈から外れてしまうということが見て取ってですね、急遽当時の交通省の大臣に直談判に行かれて、で、結果的に東海道の方が距離も短い、それから平坦なんで工事費も安い、それで、スピードもその分速くつけると、こういうことを力説されてひっくり返したんですね。で、結果的に3年後に、明治、22年に、いわゆる東海道線の方ができる。ところがですね、東海道線っていうのは名古屋っていうか熱田までは当然海沿い来るわけですけれど、本来東海道ですから、桑名へ行くわけですね。で、桑名から、鈴鹿峠といいますか、こう行くわけです。ところがすでに竹豊線がありますんで、じゃあ竹豊線を使ってですね、その先伸ばそうかと。そうすると大垣から今度は中山道沿いに、京都の方へ行くわけですね。そうすると東海道線と言ってるんですが、実は半分は中山道線というか、そういう状況になってしまったというのがどうも実態のようで、だから結局名古屋の線路は縦になっているという像も流れだという話です。それからこれ今の話も絡みますが、名古屋の町の幹線どういうふうにできてきたかっていうところですが、当然江戸時代この本町通りと久屋から御園通りまでの五番森、そして広小路があって、で、それが後で少しずつ伸ばされて、で、その後先ほどの19年に竹豊線が通ります。で、いわゆる笹島に駅ができるわけですね。で、そこへ東海道線を誘致したと。で、その時の条件はその広小路を伸ばせと、要するにその駅の前まで伸ばしなさいと。で、そのお金を、自分たちで調達しなさいと言われて、その時の吉田六斎さんは散々苦労されたそうですが、一応こういうふうに伸びた。そして天満町筋の方も駅に向かって伸ばしたものですから、斜めに、道が今も残っております。それから伸び
地震がありまして、ちょっと建物が壊れたので移っております。でさらにその次の年に関西本線といいますか、関西鉄道が入ってきます。そしてその後今度は市電ができます。それが明治31年さらに33年にはこの中央線が入ってきます。そして、ぐっと時代は下がりますが昭和12年には今度はあの今の名駅の前の駅ですね、あの大きな東洋一と言われた、これが12年にできた。でその時に桜通りを拡幅されているわけですね。そして、その後近鉄名鉄がさらにターミナルに入ってきます。そしてその後今度は地下鉄ができます。でこの地下鉄が錦通りなんで錦通りが拡幅される。そして、最終的には戦後ずっとやってました 100m 道路が、久屋それから若宮が大体38年頃完成したと言われている、まあ、このようにだんだんといわゆる幹線の部分ができてきた。でこれはちょうど明治の中頃ですが、この地図見ていただくといわゆる広小路が駅の方に伸びているというのが分かっていただけると思います。ただ反対側はまだ行き止まってますね。それから天下町通りの方も先ほど言いました斜めに道ができてまして、でその先に駅があったと。でここには、引き込み線がどうもあったようですね。で問題はその後にですね 100m 道路を作ってまして、これ昭和29年の地図ですが、ちょうどその白く抜けていってるところ、ここが久屋と梶町、まあ関梶町の通りの間です。でここを全部根こそぎ、移転というか撤去していって、で、道を作ったというか公園も作ったということでですね、先ほど言いました一つの碁盤の大きさが 100m だったんですね。なので 100m 道路っていうのは実は一街区を抜けたんで、後々たまたま 100m の道路になってるっていうことであって、最初から 100m が必要だからその数字で作ろうっていうのとはちょっと違う。つまり他の道路は 50m 道路とか 30m 道路とか言うんですが、そうじゃないんですね。これは丸々街区ごと、道路にしてしまったということで、 100m っていうのはそういう意味なんだと。でこのところの、地図に、ちょっと分かりにくいんですけども、ここがさっき大きな絵を描いたところの形ですが、ちょっと見ていただくとやはりここにこういう形の空白がありますね。ですからやはりその形のまま作られたのがまだこれ昭和の段階でも町の区割として残ってるということがわかります。それから大きな通りとか中心になる通り沿いはですね、例えばこの京町通りはこの町屋がですね、本当にピタッと両側ずっと続いてるっていう状況、それからこの天満町筋の方もやはりこういうふうにずっとですね、町がそちらの方が優先されているというふうにですね、縦横の優劣がその通りがメインだと言ってますが、街道筋とかそういうところは逆に筋の方でもそれなりにこう優先度があったという状況ですね。それからこの中級編という方に入りたいと思います。で、五番目のその通りの道の呼び名は先ほどのように通りと筋があるということです。で、これは、大阪と比べると、よくわかるということで、これは後で大阪の話をさせていただきます。それから五番目の通りっていうのが南北にまあ一応なってるんですが、若干傾いてまして、でこれはなんでなんだという話があります。でこの例会にだいぶ前にお出になられました松村冬樹さんがもしお話しされてた説も一つあるんです。実は熱田神宮の方向いてるんだと、こういう話なんですが、もう一つ理由があるんじゃないか。それから五番目のその北の外部はですね、実は縦に長いんですね。先ほどの 50×50 じゃないんですね。でこれなんでなのか。それから大須観音っていう一番有名ですが、尾張四観音ってありますが、なぜ尾張四観音じゃないんだ、これも大きな謎だったんですね、私にとって。それから
五番乗りの中で飯田街道が、まあ、特別な存在であるっていう証っていうことが、まあ、まあ一つなんだろうというところがあります。それから五番乗りの中にも今旧町名が一部残されているところがある。でこれはまあご存知の方も多いかもしれませんが、ただなんで残ったのか、その辺をちょっと、検討してみた。でまず、先ほどの通りと筋の話ですね。で大阪もまずこれ地図なんですが、先ほどと同じであの左が北になってます。つまり大阪城を上にして町をこう90度回転させてます。そうするとですね、大阪城へ向けて、町ができてるんですね。でなんでここにあの大阪城があるかというと、上町台地というその台地がありまして、そこの一番突端なんですが、ここが一番見晴らしも良いし、いろんな意味で地盤も良かったと。でここは石山本願寺があったところでもあるし、その隣に浪花の宮があるぐらいですから、非常にいい場所なんですね。でそこを使って町を作ると。で先ほどのように、お城に向かって通りで、これがちゃんと本町通りがありますね。でこれは大阪の本町通りで、それに直行する形で御堂筋、まあこれが筋です。で御堂筋は、皆さん有名だから、お分かりだと思いますが、いわゆる南北でいうと縦に通ってるんですから、筋が縦かなとこういうふうに思うわけですが、実は大阪城から見ると横なんですね。そしてこの両側にですね、難波と梅田があるという繁華街がこう結ばれてるわけです。そしてその御堂筋の御堂の意味は、ここにあります南御堂北御堂、これが元なんですね。でこの南御堂北御堂って何かっていうとですね、実はこの大阪城が北だともし見立てますと、本町通りの東と西にあるわけです。だから実は南御堂が東本願寺別院、北御堂が西本願寺の別院なんですね。という意味で北御堂とか南御堂って言ってるもんですから、その本願寺の別院だったらちょっと分かりにくい。だけど実はそうなんですね。でこれを今度名古屋に置き換えて、名古屋城がやはり北にあるんです。今度本当にそうするとこれに対して本町通りがやはりあります。でここの道がまあメインですよね。ただちょっと見ていただくと、その先の大須で少しカーブしてるんですよ。でさらには伏見通りのところに入ってしまって、今は伏見通り沿いにずっと行くようになってます。こういうまあ形です。そしてそれに直行するのが広小路で、この広小路の両側にですね、栄と名駅の墓がある。でこの本町通りを行くと大須があって、その先にやっぱり東別院と西別院があるということは、実は名古屋と大阪総司系90度回転してるんであまり気がつきにくいんですが、そういうことなんですね。そうすると通りと筋がなんで違うんだっていうのは、その通り向きが逆だからなんですね。ということで、この名古屋はこれが正しいということになるんじゃないかと思います。それからその名古屋には街道が先ほどに入ってくるところが、ありまして、その全部が集まるところが札の辻でございます。で、まあ、札の辻はまあ要するに天満町という天満筋、天満町筋と言われるように天満会所がまず13年にできますし、その後交差場ができましたので札の辻ですね。で飛脚もその後ここへ来ると。で先ほどのようにこの極地からこう人が流れ込んでくるという、こういう形をとっているというのは、非常にあの人の流れとか商売の流れとしてはうまくできていると思います。そしてこの町のですね、実は同じスケールの現在の地図をちょっと写真というんですかね、地図を出しますと、まあ、ちょっとこういうふうになるわけです。つまり先ほど言いましたように、地図はあの普通北が真上ですから、この5番割に合わせようと思うと実は5度傾けないといけない。つまり逆に言うと名古屋の町の、5番割は西に5度傾いてるという状況が分かるということですね。でその南側にはそのこの5番割のゾーンが同じようにあります。でここのところにですね、まあ、50軒×50軒と、実は北の2つの街区だけが50軒×70軒になってるんですね。
で、これは何でなんだということなんですが、どうもですね、この名古屋の町を作るっていうのはですね、家康公がですね、城下町のその、三連作といいますか、江戸のまず町を作り、それから駿府、そしてこの名古屋、こういうふうに作ってきてるんですね。そうすると過去のその経験に学ぶっていうところもありまして、で実はですね、この町のですね、全体のプランを家臣が、書いて持ってきた。で実はこの外堀の前はですね、今よりもっと広く開けて、書いてきたんですね。でそれを見て家康公はですね、狭くしろと言ったそうなんです。なんでかっていうとですね、江戸でやはり広くした、そうするとですね、夜になるとですね、いわゆる辻斬り強盗が出る、要するに寂しい場所になっちゃいますんで危ないって言うんですね。それでそこを詰めろと、こう命令が出た。ところがもう家来の方が全体の構造を全部作っちゃってましたから、どうしようかと思って、でですね、北の2つの外区だけ縦に伸ばそうと、で20軒ずつ増やして70軒にしたのだという話がある。なので今見るとですね、なぜここだけ縦長になってるんだろうということになるということのようです。でまあそれ以外はこの下おふけですね、お庭だったところ、ここは今も名城公園と市営住宅とかそういうものになってます。で先ほどのこの街道筋の、ちょうどその外堀のところが先ほど言いましたように縦に長い、でこちらは、町屋が縦に長いんですが、ここは町屋の半分というか下と、それからここが武家屋敷という、構成ですね。で、きれいにですね、先ほどのように町屋が20軒で奥行きがで揃っているというところから北側に向けて武家屋敷ができてますので、片側に、ラインがあって、そこから適度にですね実は伸ばしてまして、このラインがですね、凸凹なんですね。要するに揃ってないんだ。つまりその北側の方は外堀通りって言いますけど、ピチッとした通りじゃなかったんじゃないかと。つまりさっきの広場を埋めるような形で作ってる。で、そういうこともあって片派って呼ぶのかなとかですね。そういうふうに思うわけです。で、もう一つの方法、こととして、このエリアですね、片派。つまり外堀に面したところが、片派なんですが、要するに片側に武家屋敷だけがあるという状態なんですが、実はですね、もう一つ名所としてはちょっとマニアックかもしれない。これ出ないかな。あ、出ないようになっちゃいましたね。ですね、ここなんですけど、ちょうどですね、通りのその両側が同じ町屋ではなく、片側が武家屋敷で、片側が、町屋になってますね。で、ここをですね、片町って呼ぶんですね。なので、ここ、みその片町という名前が前あったような話を聞いてますけれど、片町っていうのは何かというと、片側が町屋ですから、町民の町っていうことですね。そうすると、反対側は武家屋敷なんで、町じゃないんじゃないかと、こういうことだと思うんです。なので、東京でもですね、例えば、飯倉片町とかですね、から、よくあるのは蔵前ってありますね、蔵が並んでた、でその蔵の前の道を挟んだところにある町のことをやはり蔵前片町と呼んでたというふうにですね、要するに町屋のある場合は片町だということのようなんですね。で、そういうことから見ると、この片派というのは片町とは言えないから、何か別の方法で表現しようとすると片派になったのかもしれないという意味で、片派というのはですね、ちょっと珍しいんですが、わけがありそうだなという話が、これが町の今度は配置で、これはよく皆さんご覧になったことがあると思うんですが、航空写真で作った工程図で、して色が青い方が低くて赤い方が高いわけです。
で、ここのですね、真ん中のところ、この辺りを、古地図で、18世紀の地図が先ほど来見ていただいている地図になるわけですが、熱田神が、ここにありまして、で、そこから北へ向かって、このちょうど、黄色いところを見て、右の黄色いところを見ていただくと、ちょうど象の鼻のようにこう伸びてますが、その頭のてっぺんのところの角ですね、ここが、実は今の名古屋城があるんですが、1500年前半はですね、ここは今川が押さえていて、逆に清須を睨む場所として、そこに、出入していたという話があって、でその時から今度は一転してですね、今度はそのイエスさんが清須を移して、で今度は大阪側を睨む場所にしたということで、やはりこの場所は昔から西側を睨む場所だという、ロケーションということが歴代あると。でですね、ここに先ほども言いました本町通りの線をまっすぐ伸ばすと本当に熱田神宮に行くんですよね。で、これ古地図の方ですから正確かどうか分かりません。ただ、向いていたことは確かです。ただですね、途中から先ほど言いましたようにこの大須のあたりからこう曲がってまして、でさらにこの辺もくねってますね。ということはですね、この熱田大地をどうやって行くかという時にですね、当然当時は排水溝とかそういう道路が整備されたわけでもないですから、ぬかっちゃまずいとかいろいろあってですね、多分尾根筋を通ってたんじゃないかと。そうするとその尾根筋の方向がたまたま5度傾いてて、でその格好に作ったんじゃないかという考えもできるんじゃないかというようなことをですね、ちょっと感じておりまして、で事実本町通りはずっと歩いてみましたら、ちょうど本町通りの両側がですね、なだらかに下り坂になってますね。ですからやはりそういう可能性はあるかもしれない、こういう話です。それから次はですね、岡小井堤ですね。でこれが同じく少し拡大したというか大きく見た、木曽川が一番この大きく出てますが、この場所についての話です。でこの青いところが大昔は海で入り江だったということも言われてまして、でその入り江の奥の大垣のあたりが海辺だったっていう話があります。そしてですね、それはかなり昔の話なんですが、実はこの木曽川沿いをですね、犬山から、弥富までの48キロ、実は、1608年、つまり清洲越しの2年前に、家康公の命で、堤ができた。でこれが美濃の方に対して三尺高い、だから必ず溢れると美濃へ出ると。で実は和獣がここから始まったという話ですね。で三尺高いってことは、それなりの帝王ですから、いわゆるお堀と見立ててもいいような、要するに城塞の、まずは防衛網を木曽川沿いに作って、でそれをやって後に清洲越しをしているという、順番になりますね。それでですね、この囲い堤をやることで、これが、宇賀、つまりその美濃川が決壊した回数をグラフにすると、このちょうどですね、この1600から1620という、先ほど言いました1608年の後、突然回数が増えているということがよくわかると思います。で明治になってようやく回収して収まったんですけど、その間これだけですね、水が出たというか決壊をしたということだということですので、事実として非常にその奥小井堤というのは威力があったということもありますし、和獣の非常にシビアな歴史を物語っているという、ことです。で大須っていうのが実はその岡小井堤の向こうにあったんですね。でここが長良川との間に巣がありまして、でここに大須観音が実はもともとあった。で家康公がですね、岡小井堤を作ると同時にこの大須観音を今の大須観音の場所へ移してます。そうすると
何をしているかというと、実は大阪のですね、有名な古事記の日本一古い写本があるんですね。ですからそういうちゃんと立派なそういうものがこの大須観音にあるということを知っててですね、でそれが水に浸かっちゃうまずいということで急遽移せということで、どうも大須観音を移ったということのようなんですね。ですから大須観音だけは別格だという意味はそういうこともある。でまあその後これはまさにその今のもうちょっと拡大したというか遠目に見た感じですけども、やはり大囲い進みができることでですね、中山道側、それから東海道側、それぞれ西からの備えにちょうどなっているという、 こう位置だというのがこう分かるかなと思います。それからその名古屋のですね、士官の話をちょっとで、先ほどの獄地、つまり外から入る、街道の入り口っていうのは、このようにですね5箇所あったと言われています。ただこの清水口だけはいわゆる殿様が逃げる時の口だということで、一般市民が通る道ではなかったようです。ですのでまあ残りの4つですね、これが実はちょうど町に入る入り口がこの辺りだったということのようです。でこの辺りというのは要するに町屋が途絶えてますし、から場合によってはその手前にお寺が密集してまして、でお寺がまあ防衛のためになっているというのもあるわけです。で右上と左上が先ほどの中山道側からの入り口ですね、から左下と右下が東海道からの入り口というふうになるわけです。でこれをですね先ほどのやつに移し替えてみますね。でそうするとですね、やはり野川獄地の位置っていうのがどういうところにあるかということなんですが、実は、まあ、さっきの大須観音はまずここに来ますが、他の士観音はこういうところにあるんですね。4箇所それぞれで、これは風水上ここにあるということが望ましいという話がよくされているんですが、私はちょっと見方が違ってまして、実はですね、この名古屋獄地に入ってくる街道がどこで川を渡るかっていうのをまず見るんですね。そうするとですね、矢田川橋、それから熱田橋、それから音尾橋、それから宮島橋、この橋に向けてちょうど背中側から援護するような形の距離に全部あるっていうのが見えてくるんですね。そうすると実はこれ防衛のための、場所だったと。だから観音様なんですけど、実は軍事的に必要な場所として考えてたという可能性が強いんじゃないかと。ということで見ますとですね、その清須とちょっと違うなというのがこれで分かりますね。でもう一つ先ほどの、獄地ではないこの街道が、まあ、飯田街道でもあり岡崎街道であってあるということは、ここは守らないでもいいということかもしれません。つまり家康の本拠地の岡崎と直結している場所だということなんじゃないかと。だからここにはそういうことを考えないでもいいということもあったのではないかと、まあ、いうことですね。でここが清須ですから、まあ、名古屋城の方が、まあ、名古屋の町の方が防衛上も非常によく考えられてできてきたということがわかる。これは例えば音尾橋の場所と鞘街道、それに対して荒子観音はこの位置にありますので、まあ桑名の方から入ってきたとしても、まあ、どこかで防げるっていうこともあったでしょうし、音尾橋までの間で何とかするという関係が見えると。そしてこれが街道の名古屋に向いてる、それぞれ その数ですが、こんなにあるんですね。ですから名古屋というところはすごい交通網の集約する拠点にされているというふうに考えると、非常にその物の流れとかその商売の流れもそうですが、よく考えられているということなんだろうと。そしてですね、先ほどの、飯田街道が特別だという理由のもう一つと思われるのがこの地図なんですね。でこれは何なのかというとですね、早戸池が真ん中にあります。
で、この上に斜めに走ってるのは実はその飯田街道。ただ昔はこっちが元の街道、入り中という駅がありますが、実は入り中ってなんで入り中なのかということなんですね。で、入りという字が木偏に入るって書く。で、これは名古屋独特の、あるいはそのこの愛知県のあたりとか、まあ、岐阜ぐらいまでしか使われてないらしいんですね。それはなぜかというと、この台地に町を作るために水をですね、どうやったら確保するかというと、池にして甘い水を貯めるという方法が出てくるわけです。で、そうするとどこかをせき止めて、で、貯めるわけですから、せき止める場所があるわけですね。で、そのせき止める場所にいわゆる農業用水とかに使うわけですから、その水をそこから使うときに水が出るところがあるんです。で、その出口が実は入り、つまり木の、筒のようなものがいわゆる土手に入ってて、で、それを塞いだり開けたりして水をコントロールして、で、田畑に出してるんですね。そうするとですね、実は早い時がそれだったということなんですが、実はもう一つあったんじゃないかっていうのが、この丸がついてるところですね。で、これは皆さんご存知でしょうか。山本球場という球場があった、甲子園の選抜の 1回前がここで行われて、その来次の年から甲子園になってしまったという憂鬱くつきのところなんですが、そこがどうもこの辺りにあったのだそうです。で、その時のですね、これ写真が、貴重な写真が出てきました。こういう形に扇状というよりちょっと縦長の、なんていうんですかね、ちょっと早時計をひっくり返したような形ですよね。ですから、その池を埋め立てて野球場にしたんじゃないかと。だからこんなに国会が空いてたということかなと。で、下の方に尖ってますから、そっちから水抜いてるんじゃないかっていうふうに考えるとですね、実はこの飯田街道に向けて2つの池が両側から水がこう出るような、そういう形になっているように見えるんですね。で、この2つの入りがある間を通ってるんで、入り中という名前になったのかなという、まあ、ことです。で、なんでかというとですね、多分この先ほどのように飯田街道は岡崎と直結してますから、岡崎から沿岸が来れば沿岸がここから入ってくるわけですが、じゃあ逆に名古屋城が何かあって逃げなきゃいけないとしますね。そうするともしかしたら岡崎へ逃げるとすると、ちょうどここはですね、高所寺に向かって上り坂なんですね。そうするとですね、その逃げていった追っ手が来たとしますと、追っ手が来る前にその入りの穴を開けてですね、水を両側から溢れさせると水攻めができるんじゃないかとという、まあ、ことも考えられなくはないというようなふうに考えると、これも一つのちゃんと防衛を考えて意見ができてたのかなと、まあ、いうようなふうに見るとですね、非常にこの飯田街道というのは特別だったというふうなことが、まあ、分かるかなと、まあ、そういうことです。で、いよいよこれ最後なんですが、先ほどちょっと、町名の話ですが、中区と北区は、東区はですね、実は最初にできた区ですが、実はこの区の区境が実は独特です。で、縦は、ちょっと見えにくいんですけど、ここが久屋大通りですね。で、これオアシスですけど、この位置に区境がまっすぐ通ってます。ところが実は横ですね、これはものすごいですね、これギザギザになってまして、で、これ最初から私地図見て、なんでこうなんだろうというふうに不思議に思ったわけです。で、実はこれが面白いって言ったらいいんですけど、広小路に対する当時の町名は昔の通り両側に同じ町名がついてたはずなんで、実は、区を作るとき、これは明治41年だそうですが、その時にですね、この沿道の方たちはいわゆる中区になりたいって言ったんじゃないかと、その広小路沿いの方が。そうするとですね、中区側になんとかこう入れるために、その広小路側の町名だけ全部ひっくるめて入れちゃったと。そう考えるとですね、なんでこうやったかっていうことかなと。
で、そうすると残りが今度東区になるんですね。で、問題はですね、その明治の頃とかは良かったんですが、実は昭和41年に今度は、住居表示がされるわけですよ。で、あれはなんか39年ぐらいから始められたそうですが、41年が一番その劇的に変わったと言われてますが、それは一番わかりやすいのはその道路で囲まれたところの区画が町名というふうに変わったのね。で、これまでは道の両側が同じ町名だったわけですから全く違う方法ですよね。ってことはですね、その時に道路で囲まれたところっていうことは、例えば広小路の場合はですね、これが一つの、まあ、要するに町名とかになるというふうに、ここはどうしてもそれに合わせざるを得ないんでそうなってる。ところがよく見ていただくと、ここに新栄町1丁目、2丁目、3丁目ということはですね、この南はご存知の通り栄4丁目ですから、そっちと合わせてないんですね。つまり新しい町名作ってここにはつけた。このやり方は中区のやり方なんです。ところが東区はというと、このまた錦通り沿いに面しているこの外区がありますけれど、そこはここの、まあ、東桜っていうことになれば問題ないんですが、どうも反対運動があったかなんかで全部残っちゃったと。だけど道路からこっちはみんな編入されちゃったと。そうするとここだけですね、昔こういうふうに町名がついてたわけですから、その町名の本当の一部がそこだけ残って、だからいきなりここだけ久谷町8丁目なんですね、うん、こっちにも何もないわけですよ。でいきなり8丁目だけあるわけです。でここは武平町5丁目なんです。でこの武平町のこの流れでいくと、昔ここ5丁目だったからそこだけが残っちゃった。こういうふうになってるんですね。で実はここまでが一つの外区というか、まあ大きさの外区だとすると、ここも西新町、そしてここが東新町というか、正式には東新町がそうですが、交差点の名前は東新町になってますね。で、ここも実は住所が残ったということでですね、この4つが、名古屋のその、いわゆる住居表示と免れた希少な町名であるということなんですね。で、実際にですね、ここにある建物、日本キリスト教団の中央教会は久谷町 8-6 なんです。それからその隣に面してるんですけど、入り口がないので明治安田生命ビルはですね、新栄町1丁目の方に住所になってます。その次が長屋や栄ビルディングですね。でこれが武平町5丁目の位置になってます。それから今度はその隣の憲武さんは中区に入ってます。NTT もありまして、栄ビル北館というのがこう面してるんですけど、あの錦通りですね。でもここは要するに、実はこのように区画は、中区なんで、中区の住所になってます、さらにその横は西新町なんですが、前愛知淑徳女学校があったところです。でそこが移転された。でその跡地にですね、まあ、中原の西館というのが今建ってます。でこれが西新町1丁目と。で、一番端が中原の本店、ここが東新、まあ、東新町1丁目とこうなってるんですね。ですから区の対応が違ったために、一方は町名が変わってしまったけど一方は残ったと。この違いが実はここに現れているということですね。で実際にちょっと小さくて分かりにくいんですが、この縦に昔の地図で町名を辿っていくと、やっぱりこの辺りが久谷の8丁目だったり、学平町の5丁目だったりするんですね。ということでそこだけがスポンと残っちゃったと。で実際に今度はこれ郵政さんの郵便番号で調べますと、やはりこのようにですね、それぞれの住所のところがどっち側なのか、中区なのか東区なのかということです。で実はですね、ちょっと戻りますと、実はですね、
ここにですね、東桜にって書いてあります。それがですね、線をまたいでますよね。で実はこれ中区の方なんですよ、これ。でですね、これずっと戻していきますと、ここに東桜にということはですね、東区も東桜2なんで、中区も東桜2なんです。はあ、だから区をまたいでるんだけど同じ町名っていうところがある。でそれがあの先ほどの、郵便番号のこれに出てくるわけですね。ですから、例えば、先ほどのやつは、どこだっけな、東桜ってのがありますね。だからこっちもですね、東桜があるんですよ。でもう一つ言うと泉、あ、じゃない、失礼、どれだったかな、青いだ、そうです、おめでとうです。青い、青いも実はまたがってるんだけど、同じ名前になってて、青いは両方あるんだ、これですね、なんですよ。だからただなんであの今の久屋のそばだけ違っちゃったのかはわけがわからないんですけれども、多分地元の方がかなり何かこう手こされて残ったのかもしれない。ということでですね、意外とこの区境と町名がまたがってるって、この話は私も初めて知ったんですけども、なるほどなと。つまりその新しい制度を入れるときにいろいろこういうことが起こるっていう、まあ、一つの例 で一方、その先ほどの久屋の方はスパッときれいに、あの久屋の通りで東側が東区で、まあ、西側が中区というふうになってて、ギザギザしてないと。だから2つのパターンがあったという、まあ、ことですね。まあ、そんなことで、ございました。一応これで大変興味深いお話を、母さんありがとうございます。時間も迫ってますが、ちょっとあんまりにもね、こう知らない話でいっぱいワクワクしてます。父にコメントを、ね、質問を受けてもらって本日はしたいと思います。どうぞ ご気軽に、何なりとどうぞお願いします。あのね、入り中にですね、その今線を抜いて水を表面に遺構は残ってます。ああ、そう、ああ、南大教会って言って十字架の塔なんですけど、あのその下のところに、この早取り川流れてるんですけど、堤防で止めて線を抜いてダッと水が流れるようになってます。現在あの見ていただきますとちゃんとあります。あの入り中から名古屋行くバス停の下を見ていただくとちゃんとその通りが残ってますので、その住民でございますので言わせます。はい。はい、どうぞ。それとですね、西区からお城の方に向かって、あのかなり5倍になってますね。それをあの城ができた当時は武家屋敷だったんですが、だんだん民家の増えても多くなってって思ってるんですが、実際どうやったんですかね、この、ここ。そうですね。あの、おそらくですね、ちょっと遡りますけど、あの、明治時代までは武家がやはりそれなりの立場だったと思いますので、そのところをどうするっていうのはなかなか変わらなかったんだろうと思うんですが、先ほど広小路の話をしたんですけれど、やはり明治になってからですね、広小路は伸びるんですね。で、一番わかりやすい、もうちょっとなんか広がないかな。最初にあの大きなあのお寺が真ん中にあるっていう絵がございましたよね。これです。で、なんで、長者町で泊まっているのか、広小路が。つまり広げたのはその長者町から久屋町までなんですね。そうするとですね、これもうちょっと伸ばそうとすると武家屋敷に当たっちゃうの。とすると武家屋敷は削れないということからここまでだったのかなと。でこれが明治時代まで行くまではずっとここまでだったと。
でその後だんだんと伸びていくわけですが、先ほどのようにですから、そういう意味で武家が変わった後から町の中身がだんだん変わっていった可能性はあるんじゃないかなと。ですので江戸時代までは変わってなかったんじゃないかという類推です。はい、ありがとうございます。いかがですか。どうぞ。いや、大変参考になる話でありがとうございました。史観論の話が出まして、我が家の前は史観論の西で今も残ってます。はい、花崗山日泰寺のお寺の西側が史観論の西で、それをそのままずっとこう今度あそこは、標高42メーターあるんですけども、そこから坂を降りて、北の方へ龍泉寺の方に向かう。龍泉寺ですね。はい、それから住居表示でも今史観の道西というのが残ってます。使われてますという。ご参考まで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、よろしいですか。もう一つ。じゃあ、たまたま縁があって私も漁師の人のところがあるんですが、終戦前からアゴを持っていて、それから戦争中の終戦だったらドタクタマンデーって言うんじゃないですか。その頃に一大区画整備を持っていたので、それとお寺とかあるいは墓場とか全部その東なんかをね持ってて、それで結局かなり整備したっていう、あるいは100メートル道路をつけて、それぞれつけて、その人に佐藤正俊っていう市長ね、当時の市長ですね。そうです。はい。田口さんという人を、田口助郎さん呼んで、はい、それからその人に前に出席が進まれたんですが、もともと佐藤さんという人がね、発案でできたということらしいですね。そうですね。私が聞きましたのは、その佐藤さんが、その田口助郎さんという方が大変優れた土木技術家であり、町づくりをずっとされてて、満州とかもやられた、そういう方だということを頼んでですね、引退をされているにもかかわらず、とにかく戻ってくれと言って懇願してですね、で、いわゆる技官、つまりその技術系の役所の中のトップの役割を与えて、でさらに全ての局の全部の権利をそこに集めて、つまり今でいう助役さんなんでしょうけど、それを最初にやったらしいんですね。そうすると全ての権限が集まるのでスピーディーに差配できたということと、その田口助郎さんそのものの発想がすごくて、先ほどのその、お寺のお墓をですね移す話も相当な数で18万基とか言われてる、それをその平和公園に移すわけですが、まあ、これこの間ちょっとご披露しましたけど、どうやって移すんだとみんな抵抗するわけですよね。でどうしたかというと、実は県中寺さんをまず口説いた。で県中寺さんがうんって言うと、まあみんなああ従おうかなと、こういうことでどうもだんだんと進んだというふうに聞いておりますが、とにかくいろんなことを苦労されてやられてるというそういう方でして、そのいわゆる土木学会とかいわゆる都市計画系の世界ではすごく有名な方なんですね、その田淵さんとか。ですので、まあ名古屋のこの町を作った一つの立役者でありまして、先ほどの 100m 道路もそうなんですね。ですから非常にその先見の明があった。で実はその前にですね、大正時代に区画整理事業というのを導入した石川秀明さんという方がまた役所の方がいまして、でこの方が導入したことで区画整理事業というのが結構うまくいくと自分たちの土地の価値が上がるというのを皆さん知ってたんですね。だから現物って言ってですね、土地の面積減るんですけれど、その場所の土地の価格が上がるので価値がむしろ増えるということを名古屋の市民の方は知ってたんで、割とスムーズにそれが施行できたんじゃないかという話もある。ということで東京や大阪ではできなかったこの町づくりが名古屋だけ一気にできたという理由だというふうにも言われている。それで小学校の横にはかなり公園があるってあります。一つの学区に一つの公園、そうですね、これも一つの田口さんの縁はたまたまその、ね、佐藤さんの、ね、土地を私もあってもらってそうですね、ありがとうございました。あの質問多いと思いますが、最後の質問に伊藤さんからお願いいたします。この今の地図見てましたよね、はい、5番割の真ん中のところに、ね、
干渉ですね、あれが干渉だと思うんですけど、ね、そうですね、で干渉の、私習いがあって5番目に進学って何に利用したかと申しますと、まず一番最大の理由はですね、あの吐き溜めを捨てる場所、ゴミを捨てる、それから雨水が溜まりますと困りますんで干渉全部流してます。それからせっかく空き地があるんで近所の人がいろいろとお寺さんのいいお話を聞きたいということで、要するにゴミ線ですね、うん、それを作って、それがお寺に変わっちゃった、うん、そしてさらに住宅なんで、それに全部住宅ができちゃったというふうに考えておりますということでございます。そうですね、ですからやはり間を真ん中を開けようとされてたということはどうもその通りですね、うん、で今のいわゆる堀って言ったらいいんでしょうか、もっと小さい堀ですけど、ここに実はずっとあるんですね。で、ここのことを堀切筋と呼んでたという話があって、実は広小路になる前は堀切筋だったわけですが、その堀っていうのが先ほどの生活排水だったのかもしれませんね。ですからさっき言いました大阪は40軒の町屋が20軒ずつ背中合わせですから、ちょうどその間に排水の路が通ってたというふうに聞いてます。ですからやはりそういうスペースは必要なんですね。はい、ありがとうございました。興味あるお話でございます。またいろいろ質問やコメントあると思います。